こんにちは、愛川真由香です。皆さん今家にいることが多く、思うようにテニスや運動ができず、運動不足やストレスを感じている方もいると思います。そんな皆さんに、私が普段やっている自宅でもできる体幹トレーニングを教えたいと思います。パフォーマンスアップ、運動不足やストレスの解消のためにも皆さんぜひやってみてください。1つ目は仰向けになって足を90度に曲げて手も上げます。そして片足片腕をゆっくり下ろして戻すを8回ずつやります。2つ目はプランクの体勢から、ゆっくり腕を伸ばし手戻すを8回ずつやります。この時に腰が動かないようにやってください。3つ目は横向きで腰を上げ片足も上げます。これを30秒キープし、終わったら反対サイドもやります。全部が終わったらこの3つを2から3セットやってみてください。